アリアンツ・アレーナはドイツのミュンヘンにあるサッカー専用スタジアムである。スイスの建築家ユニットであるヘルゾーク・ド・ムーロンの作品。なお、アリアンツはドイツ最大の保険会社の名前である。2006年ドイツ W 杯の試合会場となり2004から05シーズンまでオリンピア・スタディオンをホームスタジアムとしていたドイツサッカー・ブンデスリーガ・バイエルン・ミュンヘンの ホームスタジアムとして使用されている。2017年7月までは1860、ミュンヘンもホームスタジアムとして使用されていた。UEFA チャンピオンズリーグ2011から12の決勝戦が開催された。2005年5月30日、1860、ミュンヘン対ニュルンベルクの親善試合で会場、翌日にはドイツ W 杯を1年後に控えた記念試合として、 バイエル・ミュンヘン対ドイツ代表の試合が開催された。約370億円を投じて完成したアリアンツ・アレーナの眉のような外観は半透明の特殊フィルム ETFE で覆われており、スタジアム内から景色を眺めることができ、試合開催日はクラブカラーであるバイエル・ミュンヘンの赤、1860、ミュンヘンの青、ドイツ代表戦などでは白にそれぞれ発行する。また、 ライティングのブロックはひし形で、白と青に光らせることにより、バイエルン周期を表すこともできる。2025年には UEFA チャンピオンズリーグ2024から25の決勝戦として使用される予定。最寄り駅は地下鉄 U6 線のフレットマニング駅。立地としてはアウトバーン9号線と99号線のジャンクションのすぐ南西にあり、 アウトバーンを運転中にアリアンツアレーナのあまりの美しさに見とれてしまうドライバーが多く、事故が多発しているという。アリアンツアレーナ場内様々な工夫がなされているスタジアムだが、二つのクラブがホームとしているため芝生の育成と手入れが追いつかないこと、互いにクラブカラーが違うことから無機質な灰色の座席とスタジアムツアーと分けて改札されているミュージアムの問題。 そして、バイエルンのホームとしては小規模である一方、1860、ミュンヘンが使用するには、広すぎるといった、諸問題を抱えていたが、2017年7月12日付で1860、ミュンヘンが、トースタジアムの使用契約を解除したため、2018から19、シーズンからは座席に、バイエルン・ミュンヘン独自の塗装が施されるなどしている。FIFA ワールドカップドイツ大会では、 6試合が行われた。FIFA の規定では、FIFA が主催する国際大会においては、FIFA が認定した公式パートナーサプライヤー以外の企業のスタジアムの広告や命名権によるスタジアムの企業名露出を禁止していることから、W 杯期間中は、FIFA ベルトマイスターシャフトスタディオンミュンヘンと呼ばれ、W 杯の公式記録や報道で、アリアンツアレーナの名称が出ることはなかった。 また、UEFA の規定でも企業名露出を禁止されているため、UEFA 主催試合では、フースバルアレーナミュンヘンと呼ばれる。ありがとうございます。